小槌チャンネルでいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。まあ最近はキングダムっていう漫画が流行ってましたよね、うん、春秋戦国時代の話です、うん、で春秋戦国時代の話でその後秦が滅んでまあ漢ができるわけじゃないですか、うん、で漢は前漢と後漢がありますので、うん、その前漢と後漢の中間にあるのが新しいという字を書く秦やな、秦の間に秦っていうのが面白いですねでこれがこれ大毛っていう人が、うん、結局あの前漢の皇帝の奥さんという皇后の、うん、老いになるのかな。ほうほう、うん、ほんでなあの結局前漢の皇帝があの病気で亡くなる時に、うん、結局まあ託されたということになってんやろうけども、うん、あのまあうまく周りからそのあのなってくれというふうに持っていかすようにしてあの自分が皇帝になったという、それから実質は王位を三奪したということやな。まあ三国志でもよくある話ですね、うん、でなかなかそのいろいろずる賢いっていう話がいっぱい出てくるんだけども、基本的には王毛っていう人はその政治をやるときにその理想としては周っていう時代、要するに孔子が一番その理想としてた時代やな。殷周董周の周ですね、うん、その周の政治が理想っていう、そのもともとは学者肌の人なんや。ほうほうほう。それからあの頭でっかちっていうかな、だから理想ばっかりがあって実際のその世の中の仕組みとかそういうのは分かってないから、うん、ものすごい変な政治をやったわけやな。まあ言ったら机上の空論で政治をやったんですよ。そうそれからその机上の空論の最たるもんがね、うん、あの貨幣をね、いろんな貨幣作ってるんだよ。どんな感じ でこれがね、一番小さいお金は小銭直一言ってね、うん、今のあの1円玉よりまだその半分ぐらいの大きさのお金からね、うんうん、あの一番大きいものは一等兵5000言って5000までのね間をね、うん、小銭直一、それから河川、それからあとはあの10とか20とか30、40、50、それから100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000 ね、そういう単位のね、お金ね。今でもね、2000冊は使いづらいと言われてるのに、うん、3000冊だったら混乱しますよね、うん、結局きれいにそのあの全部あの揃えてるっていうところが美しいっていうわけ。な、美しいか知らんけど使いづらいですね。そうそう、それからそういうことを考えてないわけや、うん、それから当然さやけど、まあ一番よく使う単位のね、うん、あのすっきりしたやつはたくさん作ってるけどね、うん、他のはあのちょっとしか作ってないから、うん、集める方は大変なんや、全部。とにかくその中国3000年かなんかの歴史の中で、うん、一番種類のたくさんの種類のお金を作った皇帝ということで、あの貨幣界ではすごい人やね。たくさん集められますからね。でそれであの珍品がいっぱいあってね、うん、ほんで変わったお金がいっぱいあるわけ、うん、でその昔はその周の時代とかは刀のお金とか、それからあの前にいたあの桑みたいなお金な、うんうん、風っていうお金とか、ええ、そういうの作ったからね、そういう形のもうみんなね取り込んでね、うん、もうあのだいたいあの秦の始皇帝の時に貨幣統一して丸いお金に、ま、丸で穴が四角いお金っていうのに統一したんや、うん、その後やろ、秦の後やろ、あのそうですね、うん、それやのにその周の時代 あのことをやっぱりちょっと懐かしいんで、そういう普通の丸い形で穴が四角いっていうお金以外に刀の格好したお金とか、その風っていう格好したお金とか、そういうのを作って、その風なんかも風なんかにその100、200、300、400って1000まで 10種類、それでその上に結局血統500って刀の格好、刀とその丸にあの四角 いや結局こういうもん、これ下が刀で上が丸々や、鍵に見えますよね。鍵に見えるけど、うん、気持ちはその結局周の時代の刀を取り入れたっていう気持ちなんやな、うん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 、でこういうのが一番最高のお金でね、
これがいくらのか。これが一等兵5000って言って5000、5000が一番上ない。前言ったら5000円玉ってこと。そう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 。ほんでこれは5000円は一番上なんでね。ええ、それでそのわざわざ上に1等ってこれ一つの刀や。うん、でこれの一等兵5000っていうのは兵っていうのは1文銭が5000枚ということや。ええ、分野ということやな。でその時に一番上やから普通のお金よりもちょっと目立ったようにせないかんで、ここにわざわざ金を入れてはめ込んでる、まあ、今風に言うたらね、一万円札に下におもちゃのあれをつけるみたいなそんな感じかな。こんなお金を作ってるんだな。おでこれがやっぱりそのものすごいその中国の貨幣の中でもこんなことしてるのこれだけ。だって高額貨幣って使いづらいですからね、うん、そう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 。それからもちろん数も少ないし、うん、それからこれが発掘やら出てくるとね、うん、今はまあ貨幣が売れるっていうことが分かったけど、昔なんか農民なんかそんなの出てきたら銅の塊やから銅を溶かして売るわけやんか、でその時にこの金だけ剥がして別にして集めたらそこそこ たまるわけやん。ああ、そうですな。それからこれがみんなそのせっせと外してこれが外れてるお金もいっぱいあるわけよ。ああ、なるほど。それだけ取ってぽいみたいな。ほんでそういうなんで、うん、中国人はやっぱこれ欲しがるんやな。なるほど。それから、まあ、そこそこ数はあんねんけども、まあ昔は日本にほとんど入ってきてなかったからむちゃくちゃ高かったけども、うん、その前に刀の今に 2,3 自慢してる刀のお金が1万円ぐらいで小津さん買いませんかとか言って、帰りには7000円でよろしとか言ってきたようなね。あんな時代にはね50万ぐらいしてて、ほんでそれがやっぱり文化大革命でだいぶ安なったんやけども、また今中国ではそれぐらいしてるみたいやけど、まだ日本ではそれほど思ってないんかな。それ自体はいくらぐらいしたんですか。私が買った時、私が買った時は十数万やった。それも結構したんですね。だ、うん、けどもこれはまあ一応一番変わったお金、中国のお金の中で。そうですよね。見た時なんだこの金みたいなお金は。だからやっぱり嬉しかったけどね。そうですな。うん、だから今風に考えたら、うん、この現代の時代に2両小判、うん、3両小判が出回るみたいなもんでしょ。そう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 。ただでさ1両小判が突然出回ったらややこしいのに2両3両とよくわからん金が出回ったら計算する方が大変ですよね。だから結局その使う方のことは一つも考えてない。自分がこんなん作ったっていうところを誇示したいだけない。ちょっとダメな上司に会いしまがちですね。そう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 。それからそれの典型な、それから前に秦の時にバカの長江って言うたけど、うん、バカの皇帝の最たるものはこの人やと思うけど、漢字は違うけど読みは一緒だしね。そう考えるとね、大門っていうのは、うまいこと国は取ったけどその方が続かなかったと、うん、で一代で滅んでしまうのが残念な点でありますね、うん、でまあ収集家泣かせでね、ああ、うん、だけど収集家は収集家泣かせと言いながら、うん、これは珍しいものが多いから偽物もものすごいわけ。それからこれが偽物でない、ほんまもんで綺麗に揃ったら大自慢っていうところもあるわけね。なるほどなるほど。でその中でまあこの辺がやっぱ一番その額面が大きいからまずこれが欲しいっていうことになるわけな。なるほど、うん、まあでも4000円玉あってもさすがに4500円玉とかないですよね。うん、それからさすがにこの後、うん、500で、うん、それから500と1000かな、うん、それから2000っていうのがあるわ。あ、大戦2000っていう、うんうんうん、でそれからこの5000、うんうん、やっぱりさすがにそうなりましたか。でもね、現代の社会でも2000冊はすぐ伝えましたからね、うん、使いにくかったのは当時の人も一緒だったと。だからもうこれでもかこれでもかというふうに額面 の, 抜けてるとこを途中で補うたりしてるわけ、ね、なるほど。そう考えたら大門っていうのは結構面白い人物でもあるかもしれない、うん、それから貨幣市場ではもう超有名人っていうことで、ね、ありがとうございました。まあ、皆様も取り上げてほしいテーマがありましたらコメント欄にいろいろ書いてほしいなと思います。まあ、大門なんて魅力的ですけど古代のお金ってのは結構面白いものです、まあ、いずれは工部邸のお金なんかもやってほしいものですな。あ、うん、皆様いつも見てくれてありがとうございます。また会いましょう。バイバイ。